京急東神奈川駅は、神奈川県横浜市神奈川区東神奈川一丁目に、ある、京浜急行電鉄本線の駅である。駅番号は、KK35。旧駅名の中木戸は、江戸時代この近辺に、神奈川御殿と呼ばれていた将軍の宿泊施設があり、木の門を設けて警護していた。そのためこの一帯が、中木戸と呼ばれていたことに由来している。 解消にあたっては、東日本旅客鉄道の東神奈川駅と隣接していながら、駅名が異なることで乗り換え可能な駅として旅客から10分に認知されていないことから、京急を監視した上で、同駅名とし、乗り間違いを防ぎつつ、利便性を高めたものとされている。相対式ホーム2面2線を有する森土城の高海駅であり、有効町は8両である。 駅舎は2番線ホーム側の地上部に設置されている。改札口は地上部と2番線ホームの横浜方にある。2番線ホームの改札口はペデストリアンデッキに直結する。1905年の開業当初は地上駅だったが、1910年横浜鉄道の貨物線を敷く際に高架駅となった。駅舎も1957年の火災で消失するまでは、 放架上にあった。一番線へは、いずれの改札口を利用するにも、一番線側、二番線側の、双方で階段、またはエレベーターを経由する必要がある。一番線と二番線との連絡通路は、地上より、若干高くなったところにある。駅員が常駐するのは、ペデストリアンデッキと直結する2階の改札口のみで、ある。 2020年度の1日平均乗降人員は18,022人であり、計9,000、全72駅中28位。近年は利用者数が増加傾向にある。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は、下表の通り。駅の2階から出ると、東日本旅客鉄道京浜東北線、横浜線の東神奈川駅と連絡する。 ペデストリアンデッキ、カナックウォークがある。屋根はないが、東神奈川駅まで数十メートルであり、容易に乗り換えが可能である。かつて連絡運輸は存在しなかったが、2008年3月15日より、定期券に限り連絡運輸を開始した。なお、最終列車の接続待ちは相互に行っていない。ありがとうございます。